2005年の就任式アメリカ合衆国大統領就任式はアメリカ合衆国大統領選挙で当選したアメリカ合衆国時期大統領によるアメリカ合衆国大統領職への就任先生を中心とする式典。直近で行われたのは2021年、ジョー・バイデン大統領就任式である。メディアを再生する2021年1月20日の 就任式でのジョー・バイデンの就任先生の動画1937年以降は、アメリカ合衆国憲法修正第20条により、大統領選挙一般投票翌年の1月20日正午より、新大統領の任期は開始されるが、憲法を第2条第1節発行により、アメリカ合衆国大統領はその職務を執行する、前にとの先生、または、確約をする義務がある。 名文上の規定はないが、冒頭は、私、先生者のフルネームはと始め、先生の場合は最後に、so help me God, と付け加えるのが慣例。大統領就任式は新大統領の就任を国内外に宣明する式典であるとともに、式典のハイライトである就任先生は法的手続きでもある。通常の法的手続きとしての宣誓は、海添人が、 先生者に、と厳粛に先制するかと問い、先生者が、する。とのみ、短く答える形が、アメリカでは、一般的だが、大統領及び副大統領の先制は、替え添い人が先に述べた言葉を先生者が区切りごとに、復唱し、全文を先生者自身が読み上げる形となる。先生者と、替え添い人は対面して、共に右手を上げ、 先生者は左手を配偶者などが持ち支える聖書の上に置く。大統領の先生は首都ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂前で新大統領の任期開始時刻と合わせて行われる。就任式当日は祝日となる。メディアを再生する2021年1月20日の就任式でのカマラハリスの就任先生の 動画大統領の宣誓に先立って行われる。副大統領の宣誓については憲法に直接の規定はないが、憲法第6条3項で大統領以外の行政官に対して憲法用語宣誓が義務付けられており、具体的な宣誓文は法律で定められているため、これに従って行われる。文面は次の通り。なお、20日が日曜日の場合は同日正午までに、 新たな政府大統領が内々に一旦宣誓して職務を開始し、式典は翌21日に繰り述べ、式典の場でも再度宣誓を行う。初代大統領のジョージ・ワシントンの就任式は1789年4月30日に当時ニューヨークにあった連邦議会のバルコニーで行われた。その後は大統領選の4ヶ月後の3月に、 主に連邦議会両院にいずれかの本会議場で行われるようになった。1817年、ジェームズ・モンロー大統領就任式からは屋外で行われるようにもなった。1901年からは連邦議会の就任式両院合同委員会が主催し、基本的に議事堂前を会場としている。両院各3名ずつで構成され、上院議員が委員長となるが、 委員長と新大統領の政党は必ずしも一致せず、また必ずしも上院多数派から委員長が登用されるわけでもない。なお、戦時中の1945年フランクリン・ルーズベルト大統領就任式はホワイトハウス前を会場としている。また、1985年は記録的な寒気に襲われたため直前になって、 議会議事堂のロタンダ内に会場が移された。就任式は開催1ヶ月前から設営されており、直前になると警備がさらに強化される。また、世界各国からメディア、記者が取材するため、全米テレビネットワークでは、就任式の模様も同時放送されている。ただし、大統領の死亡や辞任によって、 副大統領が昇格する場合は、大掛かりな式典は行われない。1963年のケネディ大統領暗殺事件直後では、当時副大統領だったリンドン・ジョンソンがダラスからワシントン DC へ戻る。副大統領専用機の機内で、大統領就任先生が直ちに非公開で行われた。リチャード・ニクソンの大統領辞任に伴う。 ジェラルド・フォードの昇格の際は、先生と就任演説が、ホワイトハウス内の広間イースとルームで行われた。式典は、正午より少し前から行われ、先だって、キリスト教聖職者による祈祷や、音楽演奏、歌手による、国家、正常期の独唱などがあり、次期副大統領の宣誓が行われる。次期副大統領の先生時点ではまだ職位は移っていないが、 宣誓後には、ファンファーレ4回と、副大統領に捧げられる曲であるヘイル、コロンビアが演奏される。そして正午、新大統領が、合衆国際公裁判所長官の面前で、宣誓する。そして、ファンファーレ4回に引き続いて、大統領の到着を示す曲である、ヘイルツーザチーフが演奏され、原首に対する礼遇として21発の礼報が、打たれる。 新大統領は引き続き、就任演説を行う。その後、祝賀昼食会で就任を祝った後、最初の公務である議会での書類の署名をする。続いて、議事堂からペンシルベニア通りを、ホワイトハウスまでパレードを行い、式典が終了する。パレードでは1977年、ジミー・カーター大統領就任式から、途中で自動車を降りて、 徒歩で移動するのが慣例となっている。なお、就任式の夜には、祝賀晩餐会と舞踏会が開かれ、大統領夫妻が舞踊を披露するのが慣例となっている。ありがとうございます。